これが9年前に行われた実験の概要だ。おい、ジュペ、ニルス、お前らいつまで食べてんだ。いい加減こっちに来て手伝ってくれ。だそうだ。行こう。時間がない。早く脱出する方法を見つけないと。待ってくれ。最後に一つだけ聞かせてほしい。ん？拉致されたのは、本当に18人なのか？どうして？いや、なんとなく16人のような気が。ああ、なるほど。当時の報道を覚えてたんだね。だけど、さらわれたのは間違いなく18人だよ。そうじゃなければ、ノナリーゲームができないだろ。確かに、そうだが。じゃあ、報道の方が間違いだったと？そうだ。実際にはあと2人いたんだよ。その2人は、身寄りがなかったらしくてね。捜索願いが出されてなかったんだ。僕らと同じ兄と妹の兄弟だった。兄の方の名前は葵、妹の方の名前は妹の名前は茜。亡くなった少女というのはその子なんだ。倉敷茜が死んだ9年前に。じゃあ今この船にいる紫は一体誰なんだ。いや違う、何考えてんだ。一体そんなバカなことはありえない。茜なんて名前大して珍しいものじゃないだろう。名字が同じだって言うのならまだしも、ただ下の名前が同じだってだけで何をうろたえてるんだ。俺は別人だ。別人に決まってる。当然じゃないか。どうしたんだい？息遣いが荒いようだけど。いや、なんでもない。気にしないでくれ。さあ、探索に戻ろう。聞けなかった。なぜか、聞く。その子の名字は、ただ、それだけのことが、
ここが次の。扉が。勝手に閉まったの？まさか戻れなくなったわけじゃねえよな。そんなことはないと思うが。わっかダメだ。自動的にロックがかかる仕組みになってたみたいだ。他に出口は？右側にもう一枚扉があるな。脇にカードリーダーがついてる。赤いサインがついてるから、あっちも施錠されてるのは間違いなさそうだ。でも、カードリーダーはあるんだね。ああ。それじゃあ、カードキーを見つければ、この部屋から出られるんじゃないかな。それは、そうかもしれないが。ちょっと待ってよ。それじゃあ、また探索しなきゃいけないっていうの？この部屋を、か？そういう、ことみたいだな。マジか。とにかく死にたくなかったら動くしかないだろう。時間はもうほとんど残されてないんだからね。さあ早くカードキーを探そう。ああ、それから、海王星の鍵もだ。海王星の鍵がないと、通路の先に進めないからね。よし。それじゃあ、探索開始だ。
Thank you.